皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、持ってない人には関係ないかもわからんけど、大切に使えば真冬でも一発指導、ミニ耕運機のメンテナンスというか、オイル交換というかですね、そういうお話をしてみたいと思います。土作りとか畝作りですね、あのクワや好きでえっちらうちらやることもあるんですけれども、なぜか、楽な方へどうしてもそうなる。まあわしよりよっぽど働き者のホンダのこまめちゃんを愛用してるんですけれども、しかしこれね、メンテナンスを、しておかないと時々へそを曲げます。で、オイル交換でね、あのいい状態が保てますよということで、目安は6ヶ月に1回または100時間稼働で1回交換するっていうことなんですけど、この部分ですね、これを緩めたらきっちゃないオイルが出てきます。でここからサラピンの新しいオイルを入れるということでね、するといつもご機嫌でガンガンゴリゴリ働いてくれるわけです。だから真冬のね、あの寒い時期でもエンジン一発始動できます。エアクリーナーの状態も見ておけばいいですね。これは3ヶ月に1回掃除するっていうことなんですけれども、まあ、簡単に外せるのでね、毎回カバーを外してね、で、エアクリーナーをパタパタと叩いて、こうやってエアクリーナー本体も簡単に外れます。だから使うたんびに掃除してるのでね、こうやって綺麗なんですよね。でこんな感じでね、カリカリってやって、こうホコリをはたいてやるということですね。では元に戻しておきます。でエアクリーナー本体をこうパコッとはめて、カバーをはめるっていう、ただこれだけなんでね、簡単なので毎回掃除をしておきます。じゃあ続いて、オイル交換なんですけれども、このね、汚れた廃油を受け取るための準備をいたします。紙袋ですね、紙袋を広げて、その中に新聞紙をくちゃくちゃくちゃっとやって突っ込んでおきます。くちゃくちゃくちゃってやってポイッと入れてね、でまたくちゃくちゃくちゃってやってポイッと入れて、だいたいこんな感じでね、いいと思います。オイルの量も少ないんでね。で、高さを合わせてセットしておきます。このままね、廃油を出すと、あの自慢の真っ赤なボディがですね、汚れてしまいますので、このクリアファイルを使っていきたいと思います。こんな感じで挟むんですけれどもね、あの受け皿か雨問いみたいな感じでここに廃油を伝わせるということですけれども、スムーズに廃油が流れるように折り目をつけておくと。で折れたら先ほどのようにね、この位置に戻しておきます。あとはナットを緩めれば OK ということでね、ナットのサイズは17ミリでした。でこれをね、あの時計の反対方向に回します。回して緩めると、で、だいたい緩まったら、あとは手でね、外してあげるとオイルがボコボコと出てきます。汚い真っ黒、イカスミかよみたいな感じですけれども、紙袋の方に、誘導していきます。で、あのわしとこの自治体ではね、こんな形で処理した廃油どうしたらいいですかって言ったら、あ、燃えるゴミとして出しといてくれていいですよということでした。廃油の出し方はね、あの自治体ごとに変わってきますのでね、役所の方に、確認しておいてください。ナットを元通り締め付けてですね、エンジンオイルを入れますけれども、ホンダのこまめはフォーサイクルエンジンでございますね。このフォーサイクル用のオイルを入れます。ここは間違えないようにしないと大変です。2サイクルなんて入れたらね、あのダメなんですよね。どうなるんか分からへん、入れたことがないんで分からないですけど、フォーサイクル、用を入れましょう。オイルはホンダ純正でも汎用でも何でも構いません。ディーゼル用ではなくガソリン用のオイル、ここも間違えないようにね。キャップを外して穴の中を覗き込んでみれば、穴の左側にある出っ張り、ここまでね、ここまで、オイルを入れると良いということなんですね。じゃあ、オイル入れていきましょう。トク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 とね、もうちょっと、すぐ満タンになるので溢れないように慎重に、いきましょう。もうちょっとかな、もう少しだけ入れた方が良さそうなんで、少し継ぎ足して、で基準点に到達したのでキャップを閉めておきます。エンジンかけてみましょう。これほんま一発でかかりますよ。メンテさえちゃんとしてれば、ガソリンコックをひないり、キャブのチョークを開いて
一発始動です。もう真冬の寒い時でも、ね、一発始動なんですよ。生き返ったわって感じですね。快調なエンジン音でございます。あの信頼と実績のホンダの小豆、ホンダのマシーンですけれどもね、それでもメンテを怠るとやっぱり、ね、不調が出ますね。あのエンジンに波ついた音が出たりとかですねしますので、エアクリーナーの掃除とオイル交換を欠かさなければですね、これはもう快調に稼働してくれるわけですね。もしあのミニ耕運機ねお持ちならば、オイル交換だけでもあの欠かさずにしておけばですね、これだけでもね調子はもう全然違います。ということで、お役に立ったのか立たなかったのかよく分かりませんが、オイル交換のお話でございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。